今朝もいろいろニュースが入ってきておりますが、ロンドン中心部テムズ川にかかるロンドン橋で、3日午後10時ごろ、白いライトバンが歩道に乗り上げ、歩行者を次々と跳ねました。ライトバンに乗っていた男3人が、橋の南の岸で車を降りて、近くの食品市場、バラマーケットで、通行人らをナイフで襲撃。7人が死亡、48人が負傷しました。なお、この男は警察に射殺されています。その後ですね、関係者宅を家宅捜索 しましたロンドンド警視庁12人を拘束していますイギリスのメイ首相、今回の事件がイスラム過激思想に感化されたものによる犯行との見方を示して、テロがテロを呼んでいると話しています。まあ、イギリス、テロこれで今年3件目、3月22日、えー、ウェストミンスター橋の橋とですね、あとあの、議会の議事堂でのテロで5人が亡くなっています。5月22日、中部マンチェスターのコンサート会場付近で自爆テロ、22人が命を落としていると。えー そして8日、総選挙なんですよね、イギリスでテロが相次いでいます意外と影響ないかもしれないですけどね、テロはね、フランスの大統領選の直前でもね、テロありましたけど、あんまり影響なかったので、むしろ今回はですねメイさんがメイ首相ですからね、ちょっと気を抜くとすぐまた緊縮するかもしれないという恐れの方がが大きくて、高齢者強制リバースモーゲージ税みたいなね、そうういある程度の所得がある人は、負担をもう少し増やしますよということですか。 をリバスモーゲージ。そうです。まさにリバスモーゲージなんですけど、ま、それやるって言ったらですね、あの、要は、介護で離職してる私は、あの、親が亡くなったらそのままホームレスになるのか、みたいなことを涙ながらにね、テレビで語る人とか出てきて、さすがにね、名手は撤回したらしいんですよ、この政策。撤回したんですが、時すでに遅しですね。まあ、あれですよね、昔あの、え直人ンとかですね、消費税増税を政策に掲げて、参院選惨敗しましたし、その前にもなんかあれですよね、あの、 えっと、細川内閣の時、国民福祉税とか、口が滑ってやらないって言ったの結局負けちゃったりとか、ありましたけど、あれと同じ今展開になりつつありますね。えテロはまあ大きな事件ですけど、意外とでも選挙結果は、まあ、あんまり影響を与えない可能性はありますよね。あの、一時は保守党と労働党ね、20ポイントぐらい差があったのがね、圧勝だったらしいんですよね。あのまま行けば。そこで圧勝だということで調子に乗ってですね、緊縮策を発表したらまあこのざまで。大体なんかその緊縮策ってはくでもないんですよ。まあこの後緊縮策の話なんですけど。はい。はい。えそれではですね、 ここからは常念さんにこのテーマで話を聞きます。小泉進次郎氏が示した子ども保険の新たな財源案。 自民党の小泉慎次郎衆議院議員、先週木曜日記者会見しました。幼児教育無償化の財源として、えー、政府に提言している子ども保険の財源、まあ、これで、えー、介護保険料の上乗せも検討すべきだとの認識を示しました、えー。子ども保険というのはですね、企業や個人が負担する社会保険料、0.1%から1%ぐらい引き上げて、幼児教育や保育のこの費用を、えー、実質無償化する、まあ、このアイデアです。で、当初は年金保険料の引き上げ 上げを有力な財源案として示していたんですが負担が現役世代に偏るとの声もあって40歳以上から徴収する介護保険料あと医療保険料の上乗せも検討対象に含めるべきとの考えを示しています、えー、小泉進次郎氏が新たに示した子ども保険の財源案ですがまずこの保険という言葉がそうですねあの、えー、今ちょっと文化放送による重大なコンプライアンス違反があったんでちょっと指摘しておきたいんですがこの子ども保険なる、はいえー、ものはです、ね、保険ではないので、はい、保険と というふうに呼ぶこと自体がですね、ええ、これは金融詐欺にあたる可能性があります。あ,はい、あの保険法においてはですね、ええ、保険事故。 ね。ま、何らかの自由ですよね。あの、ま、そういう自由を、え、原因としてですね、財産上の給付を行うものが、え、保険というふうに定義されてるんですね。で、この小泉氏が提案している子供保険なるですね、実質増税なんですけど、これあの、保険の、え、要件を満たしてないんです。だから保険と呼ぶこと自体がこれ詐欺に当たりますので、皆さん、金融庁に通報してください。あの、マスコミで子供保険って言ったら、それ違いますよ。子供増税、自称子供保険ですから。え、え、犯罪者的なね、まあ、ものですよ、これは。詐欺師が、詐欺師がそういうふうに言ってると。 いうことは、これ、金融犯罪ですから、<う>厳しく取りちまってほしいなと思うんですけれども。はい、そもそも保険とはいっちゃいけないな。保険とは言っちゃいけない。はい。で、しかもね、はい、あの、なんか、現役世代から、まあ、徴収するって言ってたのが批判が来たんで、全員から取りますってことで、これ、増税じゃん、これ、単なると。<laughs> いうことですよね。で、結論から言うと、これ増税しても財源がしょぼいです。本来教育無償化に必要なお金っていうのは5兆から10兆と言われてるんですが、これやってもね、年間ね、3000億円とか4000億円しか財源出ないので、あの、子供手当に経過入ったようなことしかできません。それから小泉さんはね、二つの問題があると思うんですよね。一つはね、まずね、財政、財政のことあんまりよくお分かりになってないのかなと。そうですか。あの、それはね、なぜかというと、財源っていうのはね、この人増税しかないと思ってるんですよね。で、これも明らかに間違ってまして、あの、財務省のね、あの、官僚が読んでる コメンタールというですね、教科書に書いてあるんですけど、固定資産ね、あの、なるものね。そういうものは、要はその、負担をですね、将来世代にもこう、渡ってね、分散するために、国債を発行していいと、いうふうに言ってるんです。だから、建設国債なんで出せるかというと、国民共通のインフラっていうのを作ると、ま、そこで経済活動が行われて、税収上がりますよね。で、それを、ま、将来にわたって、ま、国民が。資産となる。そう、資産となるものは、あの、国債使っていいんですよ。で、教育っていうのは無形固定資産ですから、これと同じ考え方が使えるって、そのコメンタールに書いてあるので、ちゃんとお読みいただいて、あの、増税以外の財源というものをしっかり 勉強した上で、それ比較検討して言ってほしいんです。はい、小泉さん議論って全部ソリューションスペースを増税に限定してやってるので、これ全然ちょっとあの基本ができてないなというのがまず一つですよね。はいはい、はい。で二つ目はまあ最初の論点ですけど、これ保険じゃないんで、保険というのはやめてください。はい。あの詐欺になります。えー、保険法違反なので、うん、えー、あの保険というのはねだからその時点では全員に何か発生する確率があることなんです。例えば交通事故とかね、癌、はい、になるとか、なん、えー、でもいいんですよ。はい。でその癌になるかもしれないってことはみんな不安ですよね。えー、保険かけます。でかけたら がになる人はごく一部ですよほとんどの人はもう払っただけで取られちゃうんです。それでも OK っていうのはこれ保険なんです。ねこの小泉さんが言ってる子供増税、まあ、っこ自称子供保険ですけど、これはなんだかわかんないんです、その保険事故が。子供の成長って確実に起こりますよね。で、なんでそれに保険が成立するんですかみたいなね。死亡保険だって何歳までに死んだらみたいなのありますよね。かけてる期間中に亡くなったら、ね、あの、他の人のけ金からあなたの保険料が出ます。死ななかったら出ませんよ。取られる存在ですよっていうのが、これが保険なのに、そういう構成になってないですよね。 構造自体がね、ええはい、だからあの保険法のことももうちょっと勉強された方がいいんじゃないかなということで、2点、大きく間違っている点があると思いますね、ええまあ、あの先ほど財源のことが、ね、あの出ましたけれども、そうですね、これ、本人負担、例えば厚生年金加入者には保険料率を0.2%、本人と事業主、それぞれ0.1%ずつ上乗せして、国民年金加入者には保険料を月160円加算する、これだと年間3400億円なんですね。ゆゆくくくはこれを1にしたててそうなって くると1.7%とかね。は1.7兆円ですとか。はい。まあそこの財源になっていくと。はい。それでも1.7兆しかないですね。教育国債一発バーンってやれば、まあ5兆円、10兆円出るんですよ。即座に。で、なんで即座に出るかというと、日本のですね、財政再建は終わってるからなんです。何度も言いますけど。はい。あの、バランスシートで見ないとね、財政再建できたかどうかわかんないです。例えばね、100億円借金あったら大変ですよね。普通に考えると。はい。例えば、寺島さん個人で100億円借金みたっな大変でしょう。ところが、寺島さんがトヨタの御曹子だったらどうですか もしくはもうトヨタ自動車そのものだったらどうですか、えー、?100 億円ぐらいどうってことないでしょ何兆円も売り上げあるんだから。えー、だから、その、売り上げとかね、その資産どれぐらい持ってるかっていうのと比較して、債務がどれぐらい大きいかっていうことを判断しないと、はい、債務の大きさだけ言ってたら1万円だって借金はっきりだって話になっちゃいますよね。はい、そんな原理主義やってたら、ね、えー、経済政策なんか運営できないでしょはい。だから、経済学もやっぱもうちょっと勉強した方がいいんじゃないかなと。<ー>だ自分以外の意見にももうちょっと耳をかか傾けてほしいなと。なぜこの人は増税だけが財源だと思ってるのか謎です。はい。はい、ええー、まああのー、 自民党の中ではですね、大学など高等教育の無償化を目指した教育国債、これが議論されています。これでいいんですよ。どうせ国債足らないし。財政再建が終わっててね、国債の量が足らなくて、みんな困ってるんですよ。国債市場、今どういう状態かというと、金利はマイナスですよね。マイナスのことはもう国債売れてしょうがないわけですよ。来年100万円もらえる権利を、今、101万円出して買ってるみたいな、そういうわけの分かんない状況になってるわけだから、これはもう数が明らかに足らないと。だから値段が上がって、金利が下がりまくって、マイナスになっちゃったわけでしょ。だとしたら、まあ、ご長寿、 庁のね教育国債出してあげればいいんですよ。ええ、そしたらみんなねあのこぞって買いますよ。はい、でしかもこれは無形固定資産である国民のその教育に対して投資するもんだから、はい、だらこれはいいんですよ。財政補助も問題ないはずなんで、ええ、なぜこの議論をしないのかと。はい、いくらでもお金出したい人いるのに、ええ、なんでわざとそういうねあの国民の消費を抑え込むような増税という、してね、そうなんです。ええ、同じ財源だったら別にね。はい お金にはね、名前書いてないわけだから、どんな取り方でもいいわけでしょなんで増税っていう取り方にこだわるのかどうして弱者をそうやっていじめることにこだわるのかこれね、謎ですね。誰か後ろで吹き込んでるやつがいるとしたら、誰なんだそれはと、言いたいとこですよね。どうして政府の借金じゃいけないのかと。そうです。まあ政府の借金というか、まあ国債による資金調達で、将来にわたってその、まあ税収増えるわけですよ。資産になるとなんですね。そうなんです。あの、教育するとね、2倍、3倍返ってくるわけですまあ2倍、3倍というか3倍、4倍ぐらい返ってくるんですよ。だとしたら、それでいいじゃん、ということなんですけど、なんでこういうことになってしまうのかなと。 そうですね。えー、まあ、この教育国債についても自民党の中でもいろいろ意見があって、はい、将来世代への負担の先送りで赤字国債と変わらないです、ね、これも完全にながら教育国債の中身を勘違いしてるんですね。いいあの、ね、無形固定資産への投資がどうして赤字国債なのか、もうこの時点でも全く財政を分かってないっていうふうにバレちゃいますよね、これね。えー、はい。はい。え、政府、今週金曜日にもですね、あの、骨太の方針、閣議決定する見通しです。まあ、この、いわゆる子ども保険に追い風が吹いているのか、いないのか。ね、いや、これも決めたら、安倍総理は明示 首相と同じになりますよ安倍政権が支持されているのは、憲法改正でも、外交はそれなりに評価されてますけど、憲法改正とか安全保障の問題よりも、どっちかというと経済政策による支持の方が大きいんですよ、だってそれ以外が全員だって、こういう緊縮路線ですから。ただ一部によると、確かに増税というのは国民はものすごくこのなんていうか、ピリピリしてますけれども、毎年の社会保険料の引き上げとなると、なんかよく分かってないないんです 増税などをごまかすために、保険法に違反して金融詐欺ぎりぎりの保険という言葉をわざと使っているだけなんで、これも実質的な緊縮路線ですから、安倍内閣の支持率はものすごい下がると思うので、ここはもう政治的リソースを使っても、安倍総理には絶対にこんな子ども保険、自称子ども保険なんて認めず、教育国債で、なおかつ国債でもう全額やると、5兆、10兆、国債出すということでやったほうが私はいいと思います。 持っちゃうと、はい、あの自民党、かなり危機になると思いますね。